師匠の料理食べたい、すぐ食べたい。わかったわかった、まずは宿の確保だ。ギルドカードは身分証明書にもなるらしく、見せたら子供だけでも宿に泊まらせてもらえた。すごいぜ冒険者。まあ悪くない部屋だな。師匠、ここで合ってる？合ってるぞ。どうした？うわー、すごい部屋。いや、そんなにすごくないぞ、普通だ。こんな部屋泊まったことない、夢みたい。フラン、師匠と出会ってからびっくりがたくさん、師匠のおかげ。フラン、そうか。この先こんな部屋いくらでも泊まれるようにしてやるぞ。本当？まあ飯にも困らせないからな。やった、師匠の料理。きっと俺は、お前が進化して一人前になるまで俺が保護者だ。覚悟しとけ。分かった。きっと俺はフランのためにこの世界に来たんだ。